また今日も影、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。ということで、1月の31日でございますね。もうね、2月だよ、もう。すぐ2月だな、83回目、やっております。月刊文芸雑誌、文学界というのが創刊された、多分小説とかそういうのの雑誌なんでしょうね。1893年。明治26年と、もうわからない。もう昔すぎて知らない、わかんない。もう教科書の時代じゃね、それって感じがしますけど。あとはね、日本でね、初の五つ子ちゃん、5人。ね、五つ子誕生の日っていうのがあるみたいですね。もうほんとね、そういう感じがあるんですね。いやー、それと、1912年、明治、45年に婦人専用車両っていうのができたと。今の女性専用車両みたいなのができたんですかね。その当時もやっぱ痴漢とかがいたのかな、怪しいやつとかね。もうこれもさ、間違えて乗っちゃったりするとさ、ほんと気まずいから、まあ、今あるのかな、ちょっと夜とかね、その駅によってはさ、この一番階段の近くがそこだったりとかして、乗ったりして、あ、やべえ、みたいなね、もうなんかすごい、わかんないですよ。もう、乗っちゃった自分がいけないからいかないんだけど、なんかすごい睨まれちゃってるような雰囲気が、あなた、みたいな、女性の敵、みたいなね、この痴漢、みたいなね、何もしてないのにね、なんか、そんな風に思われてんじゃないかなって、怖くなっちゃって、大きい声で、ああ、間違えた、ああ、つって、ね、次で、乗り換えなきゃ、みたいなね、降りなきゃ、みたいなね、声を、わざと大きい声でね、言ってたりして、できるだけ近くに寄らないみたいなね。そう、気まずいな、本当に。ね、あとはもうプレイステーションです。97年。ね、もうプレイステ1ですね。プレイステ1という呼び方してるのかな、プレイステーション。ね、ファイナルファンタジーの7が発売。去年かながリメイクされたやつですね。それの前のやつ、カクカクのロボットみたいなやつ。ね、俺も買って、初めて徹夜です。一人暮らしだったんで、これはやるしかねえってことで。俺で発売日には買ってないですからね。発売して1年ぐらい経ってから買ったのかな。ちょっとごめんなさい。俺ちょっとお金ないから、買えなくて、借りたのかな、中古屋さんで買ったのかな、ちょっと覚えてないですけどね。値段が落ちたら買おうとか思いながら、だいぶ時間が経っちゃった気がする感じですよね。そう、それで結局友達に借りたのか買ったのか、みたいな。あれもね、ディスク3枚組みたいな。最後の戦いの前になって急にディスク3にチェンジみたいなね。あ、とりあえずコマーシャル行きましょうか。コマーシャルです。よろしくお願いします。ホットアイズランチ編。大分の元祖唐揚げ。うんご牛のジューシーハンバーグ。特製タルタルソースのチキン南蛮。大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけでね、ファイナルファンタジー7、懐かしいなね。なんか最後の大ボスの前のなんかところでディスクさんに変えてくださいみたいな、そんな感じがあった気がするけどなね。メテオとかね、チョコボが出てきたりするんですね。チョコボに乗ったりとかね。あと、シドウっていうね、飛空艇のね、やつが出てきたりとかね。あ、でも全部のシリーズ。まあ、最近のはちょっとごめんなさい、やってないんでわかんないですけど、全部のシリーズとか大体そうですかね。ね、黒チョコボとかね、白チョコ、懐かしいな。ね、ケアルとか、ケアルガーとかね、やったりするんですよね。魔法みたいなね。まあ、いっか。ファイナルファンタジーの話は、もうそんな言ってもね、ストーリーは覚えてない。クリアしたの、やっとクリアしたってのは覚えてるけど、どんなストーリーだったかっていうのもあんまり覚えてない。もうごっちゃになっちゃうしね。もう俺が頑張ってやったのはセブンまでなんですよね。それ以降はちょっとやってないですよね。大人になりすぎちゃって。次の日、ちょっと忙しいから、みたいなね。そんなやって全然やらなくなっちゃうと、あれ次どこ行けばいいんだっけみたいなね。なんか、あとはレベル上げね。レベル上げをしながら寝ちゃうみたいなね。ずっと同じ敵とばっかり戦ったりとかしてね。それかな。ね。
携帯とかでもね最近はできるからね便利ですよね。まあ最近やんなくなっちゃったな。あんだけ頑張ったらポケモン GO 全然やってないですね。そういえばね、なんか夜中に公園、夜中ねーって感じです夜中にあの本当に公園に行ってあのなんかモンスターをねこう捕まえに行くんですね。もうあの大変でしたねその頃は。なんで夜中にでね、電池の減りが早いんだわ。俺の携帯は早かったな、すごい。で、なんか変なバグみたいのが多いし、なんか止まっちゃうしすぐみたいなね。今はそうでもないんでしょうね。出たてのあの、流行った頃だったからな。駅前にずっといたりとかね、しながらね。全然やんなくなっちゃったな。今ほんとね、YouTube の編集ばっかりです。電車の中でも。俺はね。まあ、いっか。そんな感じでやっております、さあそしてですね、5つ子の話をねさっき入れたんですよね。そっかそっか、でほら世の中にはほら自分に似てる人に会ったこととかあります？なんかあ誰々さんに似てるねとか誰々さんに似てませんね似てますねとかねないっすか？この間あのバイトの女の子がなんかそ誰々さんに似てるとかって言われててね、俺も昔言われたことがあって、俺はね結構ねあの親戚のお兄ちゃんに似てるとかねちょいちょい言われたりとかね、あ今はあんまりないですけどあのちょいちょい言われたことがあって、そうであのなんて言ったろうな、そう営業に行った時にそのちょっと来てもらえませんかってその俺に似てる人と一緒に並んでもらって写真撮ってももらっていいですかみたいなね言っててね、で多分、ね、向こうもピンと来てないし、俺もピンと来てないし、そんな似てる？と思って、俺こういう顔なの？みたいなね。いうね。だ自分じゃね、なんかね、納得いかない感がちょっと出るんですよね、あれね。そう、あの、それでなくても俺は、あの、ほら、お葬式とか行った時に、親戚の何々くんと、そっくりだね、みたいな言われて、ほら、何々くんと、つって、こんな冴えねえやつかい？みたいなね。そんなんがありますよ。まあまあまあ、そんな言ったらあんまりね、向こうも思ってるかもしれないからね、言えないし。あとはほら、よくあるのは、俺も子供頃ちょっと思ってたけど、あの、なんか、テレビの見過ぎなんですよね。俺は多分ね、お金持ちの人が、訳あってうちの親に預けたんだよな。親っていうか、あの、ね、なんか知り合いの大人の人に。で、そのうち、あの、やっぱり寂しくなって俺を迎えに来るかお金持ちのなんかお父さんとお母さんが迎えに来るんじゃねえかみたいな、ね、思ってたりとかしませんでした？俺幼稚園ぐらいの時思ってたな。本当の親が多分そのうち迎えに来るんだろうなみたいなねこのうちじゃねえんだろうな本当はみたいなさ、あの時々本当ね俺も親になって思うからあんまりそんなこと言うのやめようと思うけど、あんたはあの橋の下で拾ってきたんだよみたいなね、あんまりほら喧嘩の時あったりとかするじゃないですか。だからあんなあの鵜呑みにして、俺はだから拾われてきてるから多分本当の親がもうちょっとしたら大きくなったら迎えに来るぞみたいな、ですげえ金持ちでみたいなね勝手な想像したりして、でまあまあよくよく考えればね、あのね親戚とかが来た時に本当ねお母さんとそっくりだねって言われるっていうね、ああじゃ違うんだなって、それは違ってないんだそれはみたいなね、現実に戻るみたいなね、びっくりしちゃうみたいな、感じがありましたね、何が本当で何が嘘なのかみたいな、子供ではいまいち分かんなくなっちゃうからね、橋の下から拾われてはないんだみたいなね、まあいいんですけれども、まあね、そんなこともありますかねとかって思いながら、やっております。何の話をしてるんでしょうか、よく分からないですけれどもね。とりあえずですね、まあ、喋ろうと思ってたことはなんかね、だいたい入れましたかね、言えたかな。はい。心理テストやっておこうかなと思います。はい。これいこうかな。あなたは悪いことをして大金を手に入れました。銀行で大金を下ろしてお店を出ると、お店？銀行ですね。だから、ね、銀行でお金を下ろし、銀行から出ると警察に囲まれました。あなたはどんな行動を取りますかということですね、大変なことになってます。あなたは悪いことをして大金を手に入れました。銀行でお金を下ろして、
外に出ると警察に囲まれました。あなたはどんな行動を取りますか、ということで、もう A とか B とかないです。思ったまま、言えばいいです。答え言いましょうか。ね、これはあなたの隠し事が彼氏彼女にバレた時の言い訳でございますということですね。当たってますか？俺だとね、いや違う、これは間違えてる、違うよ、そういうことじゃないよっていうね、なんか勘違いしてるよっていうね、そんな感じですかね。とりあえずコマーシャルです。よろしくお願いします。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、うんご牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけで、なんかね、あなたの隠し事が何なのかっていうのがね、その辺がちょっと気になりますけれどもね、言い訳した時のね、行動か、あ、彼女、彼氏彼女に言い訳だとかだけでもないんですね、走って逃げるっていうこともあるかもしれないね、そういう人もいるかもしれない ね、 ね、あ、鳥だみたいな、あ、何、飛行機だみたいな、なんかなんつうのね、あ、何あれみたいな言って走って逃げちゃうみたいなね、あるかもしれないですよね、わかんない、俺もそういうことあったかな、走って逃げたなんていうねことがあったかな、ねえ、どうなんでしょうか、ちょっとドキドキしちゃいますね。はい、あ、俺これもやろうと思ってたんだ、忘れてたよ。うん、小学生のね、憧れの人ランキングっていうのもね、ちょっとね、チェックしてたんですよ。来年の、あ、去年のやつか、そう、去年あったんですよ。そう、去年の小学生の憧れの人ランキング、これね、ね、1位誰だか分かります？小学生誰に憧れてたか。まただからね、今年になったらまた変わりますよ。去年ですね、かまど炭治郎に憧れてるって、これ鬼滅の刃の主人公ですね、炭治郎に憧れてると、ね、1位、そして2位はお母さんですね。ねえ、本当にお母さんがいないと、鬼滅の刃も見せてもらえないのに、映画なんか行けないのにって思いますよね。そして3位、3位は誰だか分かります？最後ね、胡蝶忍、これも鬼滅の刃の女の子でございますね。さあ大変だ、ね、憧れの人ランキング、これ出てこないなと思いながらね、もうちょっといるんじゃないって思ったら、4位がね、先生、ね、憧れてあるんだな、いい先生ですよね、それは。それでも本当ね、今の時代本当あの専攻なんつってね、あの卒業したらぶっ飛ばしてやるみたいなね、そういうんじゃないっていうね、まあ小学生だからね、そんなのはないか。そして第5位に、お父さんということで、鬼滅の刃に勝てません、 お父さんはもうね。6位なんかね、また富岡さんですからね、また鬼滅の刃みたいな。7位なんてね、禰豆子とかいて妹だよ、鬼になっちゃってるけどみたいなね、憧れちゃうんですから。で8位煉獄さんと、もう鬼滅の刃ばっかじゃねえみたいなね、もう大変です。9位はね、もうここまでいったら行きましょう、吾妻善逸、主人公の友達ですよね、そして10位が時任無一郎さんということで、アニメ版なんかほとんど出てきてねえじゃんと思うんですけども、まあ、そんな感じでございます。またね、2月から頑張りたいと思います。では、今月もよろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら。また聞いてください。せよせよ、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。川野田チャンネル